らいすぎますとなかなか得点チャンスつかめませんね。はい、ゴールラインいっぱいまで持ち込んでの折り返しとか、はい、そういうパターンが欲しいですね。外から攻めるという、はい、一発で仕留めました森島治です。さあ今度は2番の森島努、前方にボールを上げます。こぼれた、13番が突っ込んで10番の四方堂のシュート、ダメだ。サイドネットのポールに当たりました。ゴールキックです。得点にはなりません。両チームともにやはりもう一つそのリズムをつかみきれた、やや清水東の方が優勢に試合を進めているという後半の立ち上がりですね。そうですね、反町、高橋がゴール前に入っています。スタートを切るのは梅田の後ろにボールが落ちた。おお、反町のシュートだ。どうだ、できない。もう一回高橋が10番、沢井のシュートもできない。よく守った、よく守った岡崎城西。さあ残り試合時間3分、8番の反町、9番の高橋、11番の滝が一線に並んだゴール前、その後ろに梅田も上がっている。3番の清見がスタートを切った、ヘディングだ、入った、やりました。1対0、先制点は清水東高校。もう一回見ましょう。最後に来まして高橋キャプテンが頑張りました。清水東、ボールが落ちた、木俣が入る。ゴール前で主砲堂が待っているがボールが届かない。向こう側のタッチライン終わった。清水東のボールになりました。さあもうほとんど清水東高校の決勝進出は間違いありません。ここで試合終了。キャプテン高橋の1点を守りきりました清水東。高校サッカー2冠へ。